今回は前回と違い、ヒラノ陽のタイムズスクエア出演がより大々的にアナウンスされました。ヒラノ陽世界に羽ばたく、戸部社長が大発表。ヒラノ陽の誕生日を祝う興奮が再び押し寄せていますが、今回は以前とは異なります。彼の誕生日にはファンが写真や動画を投稿し、喜びを共有しましたが、今年は驚きがあります。この驚きは、 彼のファンのみならず、日本国内外の多くの人々にも影響を与えました。日本のアイドル平野の仕が、世界に向けて新たな一歩を踏み出した。彼の誕生日を祝うファンの間では、すでに盛り上がりを見せていたが、その背後には、戸部社長の重要な発表があった。平野の仕は、戸部に入社して以来、その活動の範囲を徐々に拡大してきたが、今回の発表は、その最新かつ最も野心的な一翼を担うものであった。 東京ドームでの音楽賞では、国内外から多くのファンが集まり、平野紫耀の人気を証明した。しかし、今回の発表は、それをはるかに超えるものだ。戸部社長は、今後平野紫耀が、世界規模での活動を展開するための準備を整えることを公式に宣言した。これにより、平野紫耀は、日本のみならず、世界中で彼のファンによって待ち望まれる存在となるだろう。この重要な一歩について、 戸部社長の発表には大きな期待が寄せられた。それだけでなく、戸部氏もその成功に向けて尽力し、日本の駐在員を中心に、平野市要の国際的な活動の基盤を築いた。アメリカをはじめとする海外での彼の人気は、戸部氏と平野市要の協力の下で飛躍的に成長しており、その影響力はますます拡大している。戸部氏は、平野市要が国際的な影響力を持つための出発点を設定するのを支援しました。 彼のファンはアメリカを含む世界各地から彼を称賛し、戸部氏と平野史洋の活躍に大きな喜びと誇りを感じています。さらに、彼のファンたちは興奮を隠しません。彼らは彼の成功を喜び、彼の新たな挑戦に期待を寄せています。彼らは彼の成長を支え、彼の将来にエールを送っています。新たな時代への興奮が高まる中、彼のファンは彼を支援し、彼の成功を祝福しています。 彼らは彼の夢が叶うことを願い、彼が世界への旅路でさらに輝きを放つことを期待しています。平野潮自身も新たな挑戦に胸を躍らせている。彼は自身の SNS を通じてファンに感謝の意を示し、今後の活動についての期待を高めている。特に、戸部社長の発表により、彼のシーンはさらに世界に向けて開かれることになるだろう。ファンの間でも、この大きな転機に対する喜びと興奮が爆発している。 彼らは、平野史洋の新たな挑戦を全力で応援し、彼が世界に羽ばたく姿を見ることを待ち望んでいる。平野史洋の未来は明るく、彼の活躍は世界中で注目されることだろう。